もうここまでやってると思わなかった、普通に、うん、単純に私だってすぐ辞めたかったもん。だって入って3ヶ月ぐらいで辞めたいって言い出しに行ったもん。そうなの？実はエビちゃんダメだったんですよ、女の子の集団っていうのが本当に。何か何だろう、誰かがどうとかじゃなくて、私自身が一人でいるのをすごく好きでいた人だったから、いきなりこう女の子がたくさんいると戸惑ったりとかする部分が多くて合わないかなって思ってたんですけど、すごいなって思います。私自身もだから5年とか6年目、うん、だってそんなにいると思わなかった。普通に辞めたいって言い出した時辞めなかったってなんで？そうやな、でもなんか今までもすごい何回も思ったけど、今でもたまに必要ないんじゃないかなって思うことは本当に単純にあって、でもなんか辞めちゃったらこうなんか自分が一番自分が充実してる場所ってやっぱライブをなんかやることで、それがなくなったら私本当になんかただのネクラみたいになっちゃうんだろうなって思って、それがすごい私生きがいとしてやってるもんすごいって今言えるぐらい楽しんでるから、それはちょっとなくせないなと思ってなってますけど、いやどうなるかわかんないよライブとか握手会とか本当私好きなんですよね。喋るのが好きだから、でも聞いてもらえない、結構ね喋るのうんちく喋るからめんどくさいとか言われてさ、ちょっと聞かれてもらえない時あるけどさみんな優しいから聞いてくれるじゃない、だからおしゃべりが楽しいんですよ。